はい、で今ですね、私は、三笠公園というところに向かってます。こっちですね。まあ、あの場所からこういったとここら辺はですね、まあ、あの基地の外人さん今、来ましたね。三笠公園です。とりあえずここ入ってみます。いや、もうこれ有名な横須賀米軍基地ですね。在日米軍施設、関係者以外立ち入り禁止で、はい、一般の人は入りません。ただ基地の開放日とかそういうのはね、イベントあるときは入れるんですけど、まあやっぱり外人さん多いんです、当然。はい、ですね、今私はですね、これちょっと光反射して見づらいんですけど、西海屋っていう、ビルですね、この目の前に来てるんですけど、ここは実はちょっとある事故が起きたんですよね。この上の5階かな、車がバックして、要はアクセル踏み間違えたんですよね、ブレーキと。で落ちちゃったんですよね。で落ちちゃって、もう大事故、もう大事故になっちゃったっていうところに今来ました。早速中へ入ってみましょう。東郷平八郎ですね。すごいですね。まあこんな感じになってます。はい、到着しました。戦艦三笠。これは実際の、戦艦として、はい、三笠公園に来てます。で、向こうが、もう米軍基地の中なんですけど、はい、じゃあいつものように、このレンズで見てみましょうか。はい。はい、スコープつけました。じゃあ早速見てみましょう。はい、まずマクドナルドですね。はい、よく見えてます。で右側、ですね、まあフードコートとか、正面がですね、ちょっとこれ文字は見えないんですけど、あそこボーリング場です。こんな感じなので、今日はですね、ちょっとこの三笠公園からなんか米軍基地は、まあ、どうなってんのかっていうのをね、ちょっと確かめたかったんですよ。はい、ですね、向こう側行くと、有名なドブ板通りってとこなんですけど、今日はあえて行きません。今日はちょっと駅の方向を戻って、ちょっとまた飲みます、はい。じゃあ、これ焼き鳥屋さん、これすごいですよね、これ。ここで、まあ、立ち食いもできるんですけど、やっぱり座って飲みながらね、これこんな感じで焼いてます。ちょっと中入っちゃいましょうか。あ、すいません、一人。あ、どうぞ。あ、大丈夫ですか。はい、はい。
道の駅、あ、どこでもいい。